よーし。今日も絵描き頑張るぞ。おい、右手出てこい。よしよし。なんだい。よし、今日も両手で頑張るぞ。と、ちょっと待って、ちょっとね。今日俺違うんだよ。なんだよ。有給届け？いや、お前、なはーに言ってんの。有給届け？お前、そんなのねえだろ。いやいや、ちょっと待ってよ。有給届け何すんの？博多どんたくだよ。ね？博多どんたくに俺は行くから、ほなな、博多どんたく行くから、あと、よろしくねーって。ちょっと待てよ。まあ、頑張るか。はい、ということで、右手が有給届を出しましたので、本日は、左手のみで、鬼滅の刃ですね。これはウェハース開封書きをやっていきます。さあ出たのは、もうね、結構この書いてますね。ちょとつもしん、ちょとつもしん。はしびら、いのすけが出てきたので、右手の有給は、紙を押さえるだけのことをやっております。左手一本で、橋平伊之助をさあ書き上げることができるのでしょうか。さあどんな風に仕上がってくれるのでしょうか。本来なら右手左手の両手書きをするつもりでしたが、右手がどうしても明日の博多どんたくに行きたいと、そのため有給を出してきたので、頑張って左手が、まだまだ経験値の浅い左手が頑張って書いてる次第であります。明日は本当のどんたくに私ケンケンも行ってくる次第であります。その理由は、嫁と息子がどんたくのパレードに参加するので、その様子を皆様方に後日配信できればと思っております。それでは最後に、左手で人生で今まで一回も書いたことがないこの橋びらの橋という字を書きまして、字を書くと字はそんなにうまくありませんでした。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。